またあいつらとの騒々しい日々が始まるのか。ほら、勉強を始めるぞ。五等分の花嫁、放送開始。世界は誰のものなのか、遥かな上空へと叫んだ。終わることが定めても、ただ意志を貫こう。絶望から這い上がれよ、希望に向けて。未来はある闇の空。